集まるソーシャルスマイルリポート南光サンセット TV にようこそ。おいでいただきました。あなたの笑顔をスマイルジャーク。ここここそうだ時差がすごい時差が、はいはい、ありがとうございます。ここは最高のサンセットビューが楽しめる大阪住之江区は南港 ATC 内オズ島北館4階オープンガレージで公開生配信しております。さて、この番組は笑顔と元気をキーワードに多彩なゲストを招いてのトークや音楽の生ライブ、住之江区と南港 ATC の情報、シオンコンサート情報、サンセットフォト投稿などなどなど盛りだくさんの内容で楽しんでいただきます。テレビじゃない、ラジオじゃない、視聴者参加型のユーストリームだからこそできる、そんな番組にしていきます。スマイルジャーク。時差ね、時差いい感じいい感じ、ありがとうございます。ちょっと今日はエビフライのユナですけれども、もうね、昨日運命的な出会いをしてしまって、私もう出会ってたの、すでに出会ってたんだけど、昨日最近ね、テレビをつけたら必ず BS っていうユナなんですけどあのね、昨日ポチってつけたら、やはりちょっとテレビの前が赤くてね、いや何かなと思って、でやっぱりちょっと野球の、実況やったのね。で、あ、そうかそうか、今日はそうかエンゼルスかと思った時に、カキーンって私のちょっと運命の人が代打でホームランを打って、ポチってつけた瞬間よ、足がテレビをつけた瞬間よ、びっくりして、ほんで、え、これはまさかって思ったら、やっぱり誰か分かります？一郎誰か分かります？翔平がね、もうね、代打よ、だって怪我しとったやんか。ほんで、やっと出れる言って代打で、しかもホームランを打つ時にたまたま私がテレビをつけたってわけ。もうこれはもう運命やと思って、もともと出会っててな、好きやってんけど、あ、もう確信をついたわけね。あ、どうなるか分からへん、人生どうなるか分からへん、このまま私は大谷ユナになるのかなって思って、もう昨日全然寝れませんでした。そんなことなんですけど、誰が一郎出た、ほんまにそうね、大谷翔平さんの話です。もう大活躍なんですけどね、2018年7月の10日です。今はね、そんなこと言っててもね、ワールドカップがまだ続いてて、サッカーで忙しかったりすんねんけど、もうユナはちょっとワールドカップ飽きたからBS で野球を見てるっていう話そう、2018の7月よ、もう夏が来ました。ということで、このお相手の番組のお相手はナビゲーター&スマイルハンターのシンガーラブソングライターのエビフライユナです。お願いします。すごい、いけてます？声も大丈夫ですかね？聞こえてますか？ちょっとだけ最初あれやったけども、本日ちょっとスペシャルになっております。早速なんですけれども、サンセットライブに参りたいと思います。こっちこっち本日サンセットライブの一組目は、関西を中心に活動するシンガーソングライターのちんちゃんです。おいイエスイエス、もう今日は本当盛り上げ隊が最高ですわ、ありがとうございます。そう、今アーティスト写真が写ってると思うんですけども、私と彼女との出会いはですね、つい最近ということで、6月のね、下旬ぐらいに泉佐野のオレンジホールというところでね、一周年ライブに姿させていただいた時に共演ね、一緒にしたアーティストさんなんですけれども、早速お声かけさせていただいてね、もう夏始まった7月の10日にぜひとも出てくださいということで、誘わせていただきました。今日はそんな念願のご出演です、ありがとう。私の念願ね、そうそう、いつも言うねんけど、彼女は分かれん、後でちょっとじっくり話は聞こうと思うけども、私の念願のご出演ということで、はい、いかがでしょうか、大丈夫そうです、はい、それではお楽しみください、ジョイラーズ。いらないいらないなんて最初は言ってさ、いつの間にか癖づいていたんだ。
何も何もついてない左腕を見て、ああ必要だって気づいた。知らない知らないなんて本当のとこは、少し前から気づいていたんだろう。知らない知らないふりして本当のとこは、大切だって気づいていたんだろう。ほんのほんの一瞬に目を触れるだけ、一秒のあいことだってできたんだけれど、もうちょっと早ければ伝えることだってできたんだけど、もうちょっと早ければ伝えることもできたんだけれど、もうちょっと早ければ気づくのが遅かった。何も何も思わず過ごしていたんだ。あることにさえ遅かったくせに、バカだな。もうちょっと早ければ戻ることだってできたんだけれど、もうちょっと早ければ伝えることもできたんだろうな。もうちょっと早ければこんな後悔しなかったろうな。もうちょっと早ければ、もうちょっと早ければ、もうちょっと早ければ。したいと思います。ちょっとスタジオが離れてるのでね、お時間お待ちくださいねということで、そうなの、この間の、オレンジホールね、ちょっとね、いろんな写真を交えて、あ、お帰りなさいです、どうぞどうぞありがとうございます。そうそうそう、いろ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 ね、可能なのでね、いろいろ、そうそう、生放送と言ってもねありがとうございます。ということで、この間のオレンジホール1周年で、私たち出会ったんですけど、オレンジホール、泉佐野のね、オレンジホールで歌ったこととかってありました？その時が初めてですね。そうですよね、はい、私も初めてでそうなのそうなのということで、あ、自己紹介の方、そしたら一番最初に、はい、いただきましょうあ、来ました、こっちね、はい、今こっちです、はい、カメラが3台もあるからややこしい、はい、いうことで、はい、お願いします。はい、ですね、関西を中心に活動しております、めっちゃ間違えたんですけどジンです、よろしくお願いします。かわいい、めっちゃかわいい、聞こえてありがとうございます、私にも言ってくれてるみたいな感じ、ありがとう、嬉しいね。そうそう、今日は本当ギャラリーがね、いててすごい、いてるのでそう緊張する、そうなんですよ。でもそう、今なんと学生さんということで、そうなんですよね、音楽を学ばれてる、はい、はい、ってことで、おいくつかとか聞いちゃってもいいですか？18です。で一緒じゃない、一緒じゃない、一緒じゃない、あ、そうか、やっぱり下、あ、やっぱり下なのね今日はちょっとね、平均年齢が低くて、ね、そうなんですけども、じゃチャンネルはそのままで、なぜかっていうのは、まあ、チャンネルはそのままなんですけども、そう、実は彼女ベーシストで、そうなんですよ、ベースを弾いたりするんですよね、はい、そう、そのきっかけっていうのとか聞いちゃいたい。きっかけですか、うん、ですね、うんうん、ちょうど高校受験の時にハマったバンドさんがいて、ほいほい、うん、でその個人 PV みたいなのがあったんですけど、うんうん、その、個人 PV のベースを見た時に、
もうその技術はもちろんなんですけど、うんうん、パフォーマンスに惚れちゃって、ベースのパフォーマンスめちゃめちゃかっこいいと思って、でもそこからベースにこう私もじゃあちょっとベースしようってハマっていって、うんうん、もう今はそうなんですそのベースを弾きながら、ご自身でも歌ってたんでしたっけ、ベース、ね、ベースボーカル、はい、うんうん、高校の時に部活に入ってて、そこのバンドでよくベースボーカルをしてました。すごい、この中でベースをしたことがある人、はい、あ、あるある、すごい、そうなの、すごいすごい。じゃあ歌ってた、ちなみに歌ってはない、ベースのみ。そうよね、ベースで歌うって結構難しいですよね。そうよね、そう、でももうやらなあかんみたいな、もうベースで歌うみたいな最初から決めてたの？そうですね、最初からもうどうしよう、あ、じゃあやる結構でも見切り発車な感じでやるみたいなそうなのね。いや、ピアノ弾きながらとかギター弾きながらは、まあ自分がしてるからっていうのもあるかもしれへんけど、なんとなくね、イメージつくじゃないですか、ベースで歌うポール・マッカートニー、まあまあそう、そうだっけ、スティング、まあそうやけども、まあね、そう、まあドラムボーカルもあったりするけど、いやいや、でもちょっとやっぱり数少ない珍しい方がねするからね、難しいのかなとか思いつつ、でもでもシンガーソングライターとしても自分で曲を書いて歌ってるっていうことで、私絶対シンガーソングライターさんに聞くことがあって、いつ曲ができますかっていうのを、いつ曲、うん、知りたいよね、イエーイいやもう共演おもろいわうんうん、いつ曲、うんうん、いつやったりする、特にないなくて、書こうって思って、書こうと思ったら出てこなくて、そうやんね、はい、結構ね、それがあるあるかも。昨日はもうめっちゃ失敗はしたんですけど、うんうんうん、さっきのはあの私今腕時計をしてるんですけど、腕時計を家に忘れて学校に行った時があって、はあ、学校の最寄りの駅で、あ、腕時計忘れた、うん、あ、みたいな、タラーの時にできた、タラーもしゃせんそーって言ってる時にできたやつなる、でもね、そういう時ですよね。いやでも結構シンガーソングライターあるある、ちょっとあの沢ちゃんがね、あのうなずいてたりはするかもしれない、そうなんですよね、うん、おー、これからちょっとあのね、あのライブの告知とかはしていただこうとは思うんですけれども、はい、でもまだまだちょっとあの聞きたいことはいっぱいあった、あ、そう、写真がある、そうなのよね、あのオレンジホールの写真とか、あ、違う、そう、 CD の写真、あ、 CD の写真、ほんならさっき出していただきましょうそうそう、これの話聞きたいの、この絵は自分で描いてて、あ、そうです、やっぱりなんかちょっとねタッチがね素敵なんです、あのね、私ちょっとさっき言っちゃうけど、あのジンちゃんはあのぜひともツイッターフォローお願いしますツイッター、そう、あのお願いしますツイッターのフォローね、でツイッターに結構ねこういうのが出てたりとか、あとカレーライスも、あ、違う、ラーメン、ラーメンラーメンがあるの、ラーメンの絵があるの、そうそう、だからね、あの見てみて、あの結構後で見てみて、ツイッターで、ツイッターで見てみて、あるんだけど、そう、ありがとうございます、あの、そう、あの書くのね、自分で書いたり、もうラーメンが好き、もうめっちゃラーメン好きそうなのね、もう好きしかないよね、書くとなるとね、そっかそっか、それを、ジャケットにして、はい、これは4曲入りですか、4曲入りです、うん、うん、ですね、何入れたかな、うん、明日またここでっていう曲と、うん、はい、100% になってもっていう曲と、うんうん、ジンっていう曲と、うんうん、ですね、赤バレしましたっていう、私が母親にツイッターのアカウントがバレた時にネタ曲が入っておりますすごい、やっぱりそういう時にできるよね曲がね赤バレしました、はい、赤バレしました、赤はね確かに感じだったよ、はい、そうそうそうやね、あとでもやっぱ自分の名前の曲があったりとか、そうなんです、逆にそっから始まったのかな、ジンっていう名前は、曲から、私がちょっと、うんうん、しば、半年ほどちょっと、うんうん、手が動かないみたいな時があって、その時のこと、自分のことを歌にしたもので、うん、なので曲名もジンにしました。なるほど、そんなことがあったんですね今は大丈夫、あ、もう今は全然元気です、よかった、なんかいろいろやっぱりあるうちにいろんなことを経験して、それをやっぱり綴るっていう、歌に綴るっていう、はい、やっぱりそんな感じなんですよね。4曲、これはどうやったら変えますか。ですね、うんうん、今ちょっと郵送の方を考えてまして、うんうん、郵送の方ちょっとこう準備ができ次第また発表になるんですけど、なるほど、あとは直接こう
お会いした時とかも。そうですよね、はい、ライブに来てくれたとか、はい、はい、あの聞きに来てくれた時に直接お客さんに買っていただけるという、はいはい、感じになってます。そんなそんな俺さっきから言ってるオレンジホールの、うん、あるったけの写真をお願いします。あるったけの、そうそう、え、あの時はどうでした、初めてのオレンジホール。いや、もうめっちゃ緊張して、緊張して。そうなんです、あのね、素敵なスペースがあるんです。で、司会がね、あのスカイブリッジっていう、漫才師のお二人、コンビのね、二人がしてくれてて、このオレンジホールっていう泉佐野にあるホールの1周年記念ライブだったんですよ。で、いろんなね、そうそうそう、いろんなね、アーティストさんたちが出てて、そう、ここに、下の方にちんちゃんたち、ジンちゃんが映ってるの分かるかな。そう、赤いスカートの。そうなんですよね。この時、4曲くらい歌ったかな、3曲くらい。この時は3曲です。3曲か、そうそう、はい、歌ってはって、はぁーって思って、声がすごいなんか、ね、魅了されるっていうかね、そう、それでお声掛けさせていただいたんですけど、面白い、あの、スカブリッジのお二人もね、面白かったりとか、あと、なんて言ったって、マスターのマンさん。うんうん。あとご夫婦でされてるんですよね、ホールをね。そう、みんなお二人ともなんかすごいお元気な、あのね、なんていうのかな、ピュアよね、なんていうか、うんうん、応援したい、そうそうやね、そうそう、めっちゃ声かけてくれてね。そうなの、そうなの。なので、あの、またまたぜひ、あの、機会があればオレンジホール行ってみてはいかがですか。なんか、まあ、定期的にライブをねしたりとかしてるみたいなので、オレンジホールでまた検索もお願いします。ということで、じんちゃんの告知をお願いしたいと思います。はい、ですね、うんうん、今月22日日曜日に、はい、心斎橋アメリカ村店、アメリカ村店、うん、タリスミキ2階で、うん、アコースティックのライブがあります。反応が反応がありがとうございます。ぜひ来てください、お願いします。はい、ですね、お願いします。やった。ですね、時間の方とかはちょっとまだ私の方にも連絡がまだちょっと来ていなくて、なるほど、ツイッターの方にちゃんと発表しますので、うん、よければツイッターの方フォローお願いします。はい、あの、本当に J でね載ってたりするので、はい、J じゃない、これ J か、 J スマイルジャックの J やね、 J-I-N、 はい、はい、ジンちゃんです、載ってるので、ぜひぜひ、あの、南光さんセット TV の Facebook にもまたまた、あの、情報載せさせていただくので、はい、そちらの方からも飛んでみていただけたらなと思います。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、言い残したこともないです、大丈夫です。そうですね、うんうん、あ、先ほどですね、ライブちょっと思いっきりやらかしたんですけれども、 YouTube の方にしっかりとした完成版が載っておりますので、はい、あの、腕時計という、タイトルで調べてみてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ティーちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いっぱい今日はね、あの、いろんなところから声が聞こえてくる、嬉しい限り。こういうのをね、毎回やったらいいのになとか思いつつ、そうね、ありがとうございます。さっきからのあの声のね、あの犯人たちは一体どこにいてるんだろう、みんな気になってる人がねいるかもしれないんですけれども、実は告知ゲストの皆様だったんです。そうなんです、ここ ATC から歩いても行ける大阪エンターテインメントデザイン専門学校から学園祭の告知で、今日は9名の生徒さんたちに来ていただきました。実はこの間、あの、なんでかっていうのは後で言うねんけど、私自身がラブソングライターユナ、この大阪エンターテインメントデザイン専門学校にお邪魔しに行ったんですけれども、ほんま雨が降ってる最中にねそう、あの、大変な時にお邪魔したんですけれども、せやけどなんかもうね、あの、予想を上回るイメージよりももっとなんかはるかに、あの、アーティスティックな学校で、ちょっとね、あの、度肝抜かれたというか、びっくりして、何にも調べずに行ったのね、私、あえて、あの、ホームページとか見やんと行こうって思って、すごいっていうのは聞いてたのよ、聞いてたんやけど、あ、すごいねんやーぐらいで行ったのね。ほんだらば、もう門からドーンみたいな、
ほんで、どっから入ったらいいんかな、もうね、裏門っていうんかな、あれは裏門もすごいなんか素敵なのね、こっから入れるのかなみたいな、そんな感じの作りになってて、とにかくアーティスティックな作りなの。それで、まあまあ動画をね、またね、ゆなの YouTube でも上げようとは思うんですけど、許可を下りたらやけど、でもそんな素敵な学校から今日は告知に来てくださったっていうことなんですけど、これ伝わってるかな、これどれぐらいすごい学校なのかっていうのがもっとちょっと伝わればいいなとは思うんですけど、またね、後でちょっとじっくりお話を聞きたいなとは思うので、まずはですね、ダンスの方パフォーマンスしていただこうと思うんですけれども、イエーイ！そうそう、なんでかっていうと、このね、学園祭で披露してくださるということで、披露するということで、今日はその告知も兼ねて、パフォーマンスの方もしていただけるということなんですけれども、いかがですか、大丈夫そうですか。それではお楽しみください、ジョイナーズ。I can doひょこひょこ咲き島に生まれた猫虫猫虫 yeah 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 トロトロトロのんびり歩いた虫になる猫になるひょこひょこひょこ咲き島に生まれた猫虫猫虫 yeah 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 ぴょんぴょんぴょん歌って踊るトラになるトラになる猫虫ソング I can doエンターテインメントデザイン専門学校という専門学校なんですけど、タレント学科のマジマンジジローです。よろしくお願いします。香港から来ま、香港から来ましたトーと申します。よろしくお願いします。筋トレ大好きトモヨリです。よろしくお願いします。
ント学科1年井上優馬、ニックネームはトラちゃんです。タットダンスを少々やっております。よろしくお願いします。トラちゃん、ありがとうございます。バイオリンやってました中田陽子です。お願いします。フルートとトランペットをやっていました石井加穂です。よろしくお願いします。加穂ちゃん、よろしくお願いします。てるてる坊主が大好きです。中岡泉です。タラスクラス元気いっぱいしょちほこです。ハイテンション、ハイテンション、イエース。あなたの笑顔スマイル。ありがとうございます。いただきました。そう、もうね、本当にもう今日はね、もうこの番組を支えてくださってると言っても過言ではない。本当にもう9名の方でよく受けてくださいました。遠いところから本当にもう遠く5分の近い近い本当に近いんです。実はね、そんな大阪エンターテインメントデザイン専門学校なんですけど、どんな学校なのかっていうのをちょっとね、はい、ちらっと説明していただきます。行かせていただきます。ですね、我々の大阪エンターテインメントデザイン専門学校っていうところは、タレント俳優声優を目指すタレント学科 と、イラストレーター漫画家を目指すキャラクターコンテンツ学科の2つで出来上がってる、そんな学校なんですけど、そんな学校がですね、7月の末に祭りを行います。トークお願いします。はい、はい、大阪エンターテインメントデザイン専門学校の学園祭、その名もエンタメ祭。イベントが盛りだくさん。キャラクターデザイン学科による漫画や可愛いグッズ販売、タレント学科による素敵なパフォーマンス、そして留学生による多国籍料理も、ゲームにグルメにパフォーマンス、さらにゲストはあのプリキュアソングで有名な池田彩さんです。そしてですね、ここにいらっしゃいます美女祭りの皆さんも当日なんと付き合わせ。いやー、何言ったんだよ。しっかり言えよ。ありがとうございます。そうなんです、ね、こちらですよね。はい、ではこれ、はい、ありがとうございます。あ、はい、みんなね、みんないい声ですからね。そうですよね、びっくりしましたよ、僕も。はい、びっくりしました、声が良くて。いや、もうそうなんで、もうみんな、皆さんのも声が良すぎて、声がね、ね、はい、本当ですよね。あの、私ちょっと聞いてもいいですか。はい、あの、てるてる坊主がすごい、はい、一番気になって見ても見つかない。てる、どういうこと。てる、作るのが好き。作るのも好きだし、絵で描くのも好きだし、なんていうか、こう、お願いしたら、こう、晴れにしてくれるっていうのが素敵だな。スタンスがね、はい、好きなんですよね。好きなんです。なるほど、もうそのね、大声でそれを言えるっていうこと、やっぱりもう大好きなんですよ。大好きなんですよ。すいませんさて、聞いて、いやでもすごいな。そう、そんなことに社長子がいるの。なんで、そう、社長子がいるの。なんで、社長子、名前の由来とか知りたい。知りたいよ。パッと思いついて出てきたのがシャチホコだったので、大体シャチホコって何だっけ、名古屋のお城の上に、名古屋のねえ、エビ取り、エビ取り、そのオブジェ的な感じだった。あ、これなんかもうシャチホコに見えてきたから。そうなの、シャチ、あ、シャチやから、シャチって名前なんです。シャチャイ、シャチャイ、なんかあの説明してもらうっていう、ニュースタイル、ニュースタイル、ニュースタイル。そうなのよね。カホちゃん、カホちゃん、はい、カホちゃん、あ、そうか、カホちゃん、はい、学科的にはなんか違う、あの、どの学科とか。あ、高校とかは普通科だったんですけど、あの、部活で吹奏楽部に入ってて、で、中学、高校って入ってたんですけど、中学の時にトランペットで、高校の時にフルートをしてました。すごい、そのなんか変えようと思ったきっかけとかって変えるつもりはもともとなかったんですけど。なかったって、だからさ、聞いてる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 高校で入った時に、あの、楽器が足りないから他のパートに行ってくれって言われて、で、トランペットの次に興味があったのがフルートだったので、あるあるよね、はい、ちょっと吹奏楽あるあるなんか、なるほど、はい、でもね、あの、最近ね、踊ってたダンスの曲ね、あれオリジナルって聞いたんですけど。そうです、歌ってる、皆さんが歌ってるんですか。いや、僕たちが歌ってるわけじゃないです。あ、ちょっと説明してほしいな、ちょっと来たらできてたみたいな。あ、でき、あ、そうそうそう、いつの間にかできてたみたいな、なんか猫じゃらしみたいな、何なんか、学校にイメージキャラクターがいて、
て、はいはい、それが猫虫っていうんですけど、猫虫、猫背らしちゃう、ごめん、それをなんかもう僕らが来る2年前に出来上がっちゃってて、それが知らんがなっていうね、あでもできる、代々受け継がれてるってことや、そうです、なるほど、効果やね、ほんとそうやね、ポップな効果すごいですね、ポップな効果、ほんとそうですよね、でも、え、ほんで猫虫、猫虫、イエーイ、覚えてくださいね、皆さん、猫虫、猫虫、イエーイ、イエーイ、イエーイ、これをだからそう、これ効果ね、素晴らしい、これだから当日もやるので見に行った皆さんもこれはもう見てたら皆さんは言えるってことやからね、猫虫、猫虫、言えるってこと、もう一度聞けますからね、はい、会場に来ていただけるそうですよね、ビジョン祭りのユナさんもありがとう、ありがとう、ビジョン祭りありがとうございます、嬉しいこと言った、ほんまに本当に素敵な学校だなと思って、あのオブジェみたいな感じの学校やな、大好きですか、入り浸ってますか、いやもうみんなグミって言われ始めてからね、あの入ったら最初にでかい赤色のやつ、そう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 、球体があって、はいはい、あれはもうグミってみんな、あれグミなんですか、グミです、あれグミっていう発想なんですか、はい、あれ初めて、初めて仲間割れして初めて聞いてるけど、いいけど初めて聞きました、ブドウのオブジェです、あれグミなんですか、ブドウのオブジェです、ブドウ、あれブドウ、はい、ブドウ、ブドウの、ブドウのオブジェよ、グミじゃない、グミやと思った、もうグミでその止まってるもん、諸説めっちゃあんな、これホームページ載ってましたかね、このあのオブジェの、ちょっとみんなの見てほしい、この視聴者さんにも見てほしい、まあ来てくれたら見れますよね、まあ来てくれたら、そうですよね、あ、うん、すいません、本当学園祭に来てくれたら見れるんですけど、グミですわ、そうグミなの、本当にグミなの、なのでこちらの方、はい、はい、ということで、日程がですね、あ、そうね、詳細をそう7月、お、7月の、はい、28日、うん、7月の28日土曜日となっております、はい、時間がですね、10時から17時になっております、はい、ぜひ皆さん、ご来場ください、はい、以上、はい、大阪エンターテインメントデザイン専門学校からのお知らせでした、笑えないかい、笑えないって、あなたの笑顔をすごい、バレー部やったのね、あの高校生の時に、あ、違う中学生の時にね、だからあのちょっとあのすっぽこんな感じが大好きやったりするので、それがもう今日久しぶりに味わえてもう嬉しい限りです、そう、あのね、ちょっと待って、さっき私も持ってた、これこれ、あ、もう渡してしまった、そう、うん、うん、もう渡してしまった、そう、7月28日とにかくね、来ていただけたらなと思います、初めから最後まで楽しんでいただける、そんな、はい、そうですよ、もうそんな学園祭になってるので、これこれこれ、ありがとうございます、これなんですよ、これもだってね、学生の皆さんが書いてますよね、きっとね、そうですね、そうですよね、そうですよ、キャー、素敵、いや私でも個人的にいろんな話もっと聞きたかったな、だってまだ社長が踊ってるもん、見てもうね、そう、もうね、大好き、もうすごいよ、癖がすごいよ、すごいよ、いいことよ、いいことよ、ちょっと待ってくださいよ、そう、またみんなにも会えるということなので、あのぜひね、とにかく学園祭に行ってみていただけたらなと思います、お待ちしてます、ありがとう、サンセットライブのコーナー2組目ということで、その2ね、はい、次のダウンサンセットライブは先月 CD を発売された、沢子さんの登場でーす、おいえー、はーい、南光サンセット TV をご覧だった皆様は結構、あ、沢ちゃんって分かる方もいてあると思うんですけれども、そう、あのね、何度か南光サンセット TV にも来てくださったことがあります、南光サンセットライブとかね、実はプチミニライブって呼ばれてるコーナーやってたりもしたんですね、このコーナーね、でもその時から来てくださってる沢岡さんなんですけれども、実は先月 CD を出されたということで、後でその話もゆっくり聞かせてもらおうかなって思います、それではお楽しみください、ジョイナース、サンセット TV をご覧の皆さん、もうすぐこんばんは、今日は観覧席がすごいことになっております。
んか今まで出させてもらった中で一番賑やかな感じがしております。ちょこちょこと出演させていただいてるんですけども、先ほどね紹介してもらった通り先月超久々の CD を発売しまして、今日ね2曲歌わせていただけるということでせっかくですのでねその CD から2曲お届けできたらなと、思っております。まず1曲目ちょっとゆっくりした曲なんですけども多分皆さんねどなたにも、自分の中で一番落ち込んでる時期とか時ってあると思うんですけども私もね何年か前にもうこれでもかってぐらいどん底に落ちた時がありまして、もう他の人の助言がいやいや嘘やろみたいな疑ってしまうね全てが信じられなくなった、時がありましてそれでもね一番最後は自分だけでも自分自身を、信じてあげてないと本当に終わるなって思った、ね、時があって、その時に、自分に向けて作った応援歌、ができました、その曲をね今回 CD に収録させていただいております。CD の方はアレンジが結構変わってるんですけども今日はギターの弾き語りでお届けしたいと思います。そうに握りしめてるそこには何があるの？その手で何を守ってるの？そんな怖い顔でたまには力ご覧よ言われて気づく纏いすぎてた服もう大丈夫だよきっとその涙は君が頑張ってきた大丈夫だよ ほら手を出してごらん 僕と手をつなごう いつも振りまいてる その笑顔の奥には悲しみや苦しみのやり場もなくて溜め込むんでしょうたまには無理せず泣いてごらんよ言われて傷つく積み上げてた心の壁大丈夫だよきっとその涙は君の優しさの塊大丈夫だよほら顔を上げてごらん僕がそばにいるよ光が途切り眩しくても
ありがとうございます。いつもはですねギターの弾き語りでのみでお届けしてたんですけれども、今回ねその CD が完成したことによってちょっとねオケなんぞをね使って最近まだね数回しかやってないんですけども、これからいろんなパターンでね幅広く歌っていきたいなと思いまして、今日はね一曲オケでやってみたいと思います。ありがとうございます。優しいオーディエンス。ですね、次の曲はね、なかなかギターでは聴いてくださる方と一緒に、盛り上がるにも手がね塞がってしまってますので、手叩いてとか叫ぶしかできなかったんですけども、今回ねオケを使うことによって皆さんと会場が一つになれるかなと思いまして、いろんなパターンの手拍子とかね手振りだったりとかをねちょっとあんまり何を使っていいか分かんないからサワコアレンジでなんかみんなやってそうってやつをチョイスして掘り込んでますので、もしよかったら一緒に盛り上がっていただけたらなと思います。画面の前の皆さんも一緒に覚えて、ぜひライブでお会いした時は一緒に踊っていただけたらなと思います。そしたら、CD の曲からハッピーという曲お聴きください。いつも何かあれば頼ってしまうから、強くなりたくてでもうまくはいかなくて、すぐに言葉にできたら楽なんだけど、いつも強がって胸の奥にしまっていた、くらい伝えたい想いをこの歌に乗せて、 Come on. Oh happy happy it's a beautiful day、 いつまでもずっとその笑顔につられるようにみんなここに集まる、一緒に歩いて行こう僕らのハッピーの上、よよし戻ります。いつも何かあれば手を差し伸べられる、人になりたくてまだ慣れずにもがいている、大切な人くらい笑顔に変えれるように、 Oh happy happy it's a beautiful day、 君といつまでもずっとその笑顔に釣られるようにみんなここに集まる、 Oh happy happy it's a wonderful day、 君とこれからもずっと一緒に歩いて行こう僕らの Happy No Way、 ありがとう。Oh Happy Happy It's a Beautiful Day、 君といつまでもずっとその笑顔に釣られるようにみんなここに集まる、 Oh 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 happy happy it's a wonderful day、 君とこれからもずっと一緒に歩いて行こう、僕らの So happy no way、 僕らの So happy no way、 僕らの So happy no way、
ありがとうございました、シンガーソングライターさんこでした。盛り上がってくれてありがとう。ありがとうございます。サオコさんにスタジオまで来ていただきましょう。もう熱気がねすごい、あのクーラー効いてるのよこれ実は。でもあのみんなの熱気でそう、もうこの空間がねすごい、あのそうそうあれなので、まあね本当でもね、あのああ来た来た来てる来てるような気がする。ああああ遠い遠いところからめっちゃ走ってきてくれてるわ。ちょっとね。そうそう。実は、いいえ、もうすぐこんばんは。お久しぶりですよね。去年、うん、年末。そうなんです。ぶりです。そうそう。確か年末ね、7組ぐらい、7組ぐらいのアーティストさんたちに出ていただいて、それあの見てみてください、YouTube で。その時に、ただいま。やった、ただいま、本当に。ありがとうございます。今日も CD をおめでとうございます。ありがとうございます。先月 CD が発売になったということで。はい。沢子さんです。そうそう。私は沢ねって呼んでるけどね。そう。なのでちょっと、あ、見たい見たい、ね、見たい。これまたちゃう、後ろとまた中もちょっと見れるようにこっちがいいかな。中はな、え、中はなゲットした人限定にしようかな。あ、中はゲットした人限定やって。そらそうやわな。そらそうや、いろいろね中に、うん、あのレコーディング風景とかの写真をねいっぱい。ちょっと私だけ買うんだから、私だけ、はい、いいですか、はい、いいですか。うん、あ、な、こっちですね。あ、なるほど。ああ、あった人だけ。いやでも素敵、すごい。これどれぐらいからちょっと作り始めていう感じですか。あのね、うんうん、これ5年ぶりなんですよ。うん、そうそう言ってはったね、うんうん。そうですよね。ずっとねお客さんに、うん、出します。来年こそ出します、うん、出します出します、うん、出します。あかん、あのフェードアウトしてる。出す出す出します、出す詐欺を5年間続けてしまって、うんうん、でやっと、うんうん、なんですけど、でも1年ぐらい作るのにかかったかな。あ、なる、だから5曲、5年分の。あ、そんなこと、そう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 そんなこともなくそう、いやでもあの聞き覚えのある歌とかが入ってて、そう、そう嬉しい。一番最初の頃から歌ってた曲も、うん、これファンにとってはたまらんですね、やっぱり。それが音源たまらんですね。たまらんです、ほんま、たまらんです。これいつでも聴けるってなったらね。あ、来ました来ました、これですこれです。この5曲、5曲もうそうやん、5曲入りで6月10日に発売されたばっかりなんですけど、これまた6月10日に出そうって思ったきっかけもあったり、6月9日が誕生日やって、でバースデーライブをキャー、ロックの日や誕生日全然ロック感ないけどそうかでーって言うけどで6月とか、なるほど、その次の日っていうバースデーライブを毎年最近はしてて、でその時にレコ発もできたらいいなと思ってて、うんうん、本当は去年の、バースデーライブの時にレコ発したいなって思ってたんですけど、うんうん、ちょっと間に合わなくて、うんうんうん、ちょっと1年延ばして今年やっと、なるほど、お届けということで、ということですね。いや、どんな感じの心境ですか。もうなんかなんかね、一言的に言えばえらいおしゃれな曲になりました全体的に。でも本当はあのさっきの音源聞いて思いました。すごいなんかこれ絶対ライブだと盛り上がるみたいな思って、うん、ね、今日なんかやばかった今日すごかったですね。ありがとう、まだまだ嬉しい嬉しい、ありがとう。そう、あとやっぱ題名ですよね、題名、君の声は、あの、実はあの、うん、一番最後の曲が、あ、そうなんですよ、ね、君の声やけど今日やってないけども、うんうんうん、でも全部カタカナにしたバージョンが題名にはなってるみたいな。ちょっと、うんうん、曲のタイトルと、うん、アルバムのタイトルは読み方は一緒やねんけど、うん、書き方を、うん、表記を変えてみました。なるほど。そんなもなんかラブアルバム作りながら、うん、あの考えるタイプですか。あの作っていくタイトルとか曲順とか。曲順はもう全然わからなくて。わかる。書き上げた順に、ね、もう確定して。あ、もうほんな年代順ぐらいの書き上げた順。
ちゃうね。あ、ちゃう。どうやろね。ちゃうとか。あ、でもなんかそんな感じかもしれない。あ、ごめん、めっちゃ汗が。大丈夫ですよ。ギラギラしてる。でもそういうのって意外とファンの方の方が分かったりするんですよ。いや、これもこの順やでみたいなね。多分なんかそういうのが言われたりはするのかなとは。思うんですけれども、うん、これも映ったりします？こっちの方画像にこれは違う、ないありますか？ちょっとね、ライブの告知もしていただきたいなとは思うんですけど、こっちがさっきやと思うんだ、ライブが載ってるのがね。 これもいつも作ってはる、はい、やつ。まだでもアーシャも変わったからね。このそう今回 の、うんうん、あの CD 作るにあたって、うんうん、やっとこちゃんと撮ってもらって、うん、あれ2つも出た、うんうん、そう今まで普通に写メのタイマー使って一人で撮ってて、あ、そうか、あれそうなの？そうそう、あの今までの、うんうんうん、そう、え、ちゃんと撮りやってそれ言ったらみんなに言われるけど、ちゃんと撮りやって、でもやっとこさっていうことなんですね。うんうんうん、やっぱスタジオとかに、はい、知り合いの知り合いに撮ってもらって、うんうん、スタジオもちゃんと使って、うんうん、素敵な感じ。オシャンティーに撮ってみました。ギターを持って行って、ね、持って行ったね、持って行ったね。この植物は向こうのやつ、向こうのどんな話植物の話ごめんなさい、今ライブできてライブの話ね。ライブライブライブよ。8月よね。8月もそうですね、一番早いから。そう、7月がもう今月全然入れてなくて、うんうん、もう全部8月なんですけども、うん、まあ、や6月の9日生まれって書いてる双子座、うんうんうん、そして8月5日が一番、そうですね、近々のところに、うん、あるのが5日。そう、ここで多分今日、うん、告知した感じ。あ、ほんまですか？やった。8月5日は、うんうん、8月5日日曜日に大阪のスローバードという、うん、ところでアコースティックのお店なんですけども、うん、ブッキングライブで出演させていただきます。はい、これ、まあ、前売りの方がお得ですね。なので、そうですね、うんうん、連絡をいただけたらと思うんですけれども、はい、ちゃんとね、あの LINE アカウントのこの QR コードも今映ってるのでね、そうそう、ここからピュッと止めて取れるかなと思って、うん、ちょっと細かすぎるかな。QR のね、あの限界は私も見つめたことがない。QR ね、最近すごいよね、本当に QR、ね、ということで、まだまだ映しとっていただけたらと思います。え、19日え、あ、これか、そうか、これがあるのね。はい、うん、はい、はい、これがそう、もう一個ライブが8月にありました、うんうん、これね、うん、あのちょっと大事なライブなんで、うんうん、ぜひぜひあの皆さんお越しいただきたいんですけども、8月19日日曜日に、うんうん、こちら神戸になるんですけれども、神戸、そう、モズライトカフェというね、ちょっと横長の、うん、これまたおしゃれなカフェなんですけども、うんうん、こちらで5組の、うん、アーティストらアーティストさんと、いやいやいや、わかりますね。うんうん、アーティストね、いい感じのアーティストさんと一緒に、めっちゃかっこいいフライヤーも、そう、これちゃんとね、うんうん、ここ載ってる、映ってるね、今、うん、これ、温野菜、温野菜、あ、温野菜って読むんだ、あの野菜とかけてるみたいで、あの温野菜、ほんまに、あの、うん、鼻で笑ってはる、あの親父ギャグ好きのあの P が鼻で笑ってなるほどなるほど、うんうん、で、温野菜で行こうと思ったら、うんうん、デザイナーさんに却下されたらしくて、ね、なるほど、逆だったのよ、そこっちにしようかみたいな、逆にもう、そうそうそう、あのこっちの感じの方が後から来たって。温野菜が出てきたりはするんですか、あのメニューに、食べ物とか、うん、それはなく、ないみたい、ないみたいね、そうそうまあでもモズライトカフェすごい興味あります。どんな感じのとこなんだろう、おしゃれな感じ、でも、ね、イメージ、温野菜は分かんないけど、うん、ご飯もね、美味しくて、あ、美味しい、そう、うんうん、多分お子さんも食べれるようにね、オープンからちょっと1時間ぐらい空いてますので、うん、ぜひ晩ご飯と、うん、あ、ほんまや、オープンが17時からで、うん、スタートが18時やけど、その間の1時間が結構空いててゆっくりしてもらえるということなんですね。お腹満たしてもらってから、なるほど、耳をうんうん満たしていただいて、あとは飲みながらみたいな、ね、あ、そうですね、うんうん、耳を満たしていい感じ、いい感じなるほどなるほど、温野菜です、温野菜、はい、うん、あ、もう野菜にしか聞こえない温野菜ねこれ音のね、これってね、すごいあの特徴ですよね、温野菜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 いうこと、いうこと、一番使ってるのは何です、ツイッターです、ツイッター、インスタ、ツイッター、インスタ、連携は連携か、連携してないんですよ、あ、してない、
なるほど。じゃあ結構コピペコピペあ、このコピペコピペ内容も一緒なんですけど、うんうん、なるほど。じゃあまあそうそうそう、ツイッターかな。結構ね、ツイッターかな。それこそつぶやいてる気がするさはね、いつもツイッターで、うん、え、何々落としたみたいなそういうことも結構ツイッターで、あの、うん、文字数制限があるからね。そうやね、ですよね。ツイッターで原本作ってからみたいな、うん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 、なんかあのセキュララなことも結構つぶやいたりするので、あの、私的にはあのサーネー の, あのツイッターおすすめな気が何のわしもやねいやせやけどツイッターおすすめ。サーネーはちょっとツイッターでフォローいい感じだと思うでもね、フェイスブックもね、インスタも全部されてますよ。フェイスブックね、公式じゃないんです。あんまり好きじゃない。公式じゃない。あ、公式じゃない。あ、そっかそっか。あの、個人的な、あ、ほんならインスタ、ツイッター、ツイッター、うん、で、ホームページも、うん、作ったので、ツイッターにホームページ の, あのアカウントっていうのかな、うんうん、URL そうです、ね、を貼り付けてるので、ツイッターにさえたどり着けていただけたら、あ、そうか、飛べるね、はい、飛べると思います。ワンタップ一つで、はい、でそこに全部あのインスタと紐付けてるんで、うん、でもこれも見たけど LINE 公式ができた。これ す,、うん、すごい。このクオリティ、ほんま私も取り入れ。ただ3日坊主ならぬ1日坊主だからかなり更新率が悪いわかる。もう全部あげなあかんからね。そうなの、悩みどころ、まあやったりはするんですけど、まあまあ、だからそういう意味でやっぱりツイッターですよね。そうですね何かとペット上げてはるよ、ね、一番お手頃、うん、そうな気がしますぜひぜひツイッターピャってね、そうそう、フォローお願いしたらでしたいなと思っております。大丈夫ですか、言い残したこと。だそれこそだからライブで CD が購入していただけたり ね, そうですね。あ、うん、ストリートをしておりまして、そうそう、あ、そうなの、ストリート結構されてる。ストリートの方が反応してもらえる、ね、ね、メインはね、神戸の方になるんですけども、うん、毎週水曜日の夜8時半とかちょっと遅い時間からなんですけども、うんうん、三宮駅の周辺で、歌ってたり、気が向いたら大阪駅の方に行ってみたりとかしておりますので、チケットとかね、 CD とかフライヤーとか、うん、いろいろ、はい、その時にでもゲットしていただけますので、入れられる、ぜひ、うん、お願いします。はい、雨の時とかもやっぱりツイッターで今日はあるなしみたいな。せやね、うん、そう、雨の日はね、さすがにストリート出れないので、うん、ね、その日がストリート予定日だったら配信ライブ、うん、あ、それでもするっていう感じしたりしております。はい、のでぜひチェックしてください。はい、よかったです。大丈夫でしょうか。はい、優しい。そんな CD を発売されたさわこさんでした。ありがとうございました。ありがとう、イエーイありがとうございます。何かしらでね、なんかパッと盛り上げてくれる、いいですね今日本当。ありがとうございます。ぜひぜひあのフォローの方ね、お願いしたいなと思っております。ありがとうございます。今日スペシャリー日本とサンセットライブ2組だったということでね、届けさせていただきました。サンセットフォトトークのコーナーに参りたいと思います。今日はね、ほんとみんなに言いたいの、みんなに言いたいことがあってね、南光サンセット TV は南光で撮った夕日の写真、パシャリと撮った夕日の写真、何でもいいんですけど、サンセットフォトを大募集してます。で、そのサンセットフォトを送っていただけたら、こうやって毎回南光サンセット TV で紹介させていただけるので、ぜひぜひ南光で、もうだって南光エリアやもんね。そう、どこにいても南光エリアやもんね。ぜひぜひお願いしたいなと思うんですけれども、どんな感じで撮ったらいいのということでお見せします。今日もマロウさんから届いております。お願いします。綺麗やろ、どうなの、すごい。そう、本当にね、もうあの、例えばデートしているカップルの後ろを撮ってたりとかもするので、なんかね、そんなんもね、一個ずつね、ロケ考えてね、あの、そう、オブジェみたいに撮ってくれるの。そう、なので、今サンフラワーも映ってる気がする。これちょっとね、そうそう、映ってる。すごいよね、でも、そう、そう、本当に素敵なんですけど、あの、気軽にね、今日もね、ちょっとあの雲がかかってたりはするんですけど、どんな夕日でも、あの、大歓迎です。もう、ぜひぜひ、どっしゃんどっしゃん送っていただけたらなと思います。送ってくださった皆様には、南光サンセット TV 特製の缶バッジをプレゼントさせていただきます。
言うたで、送ってね、絶対お願いしますね。そう、南光サンセット TV のツイッターとかインスタグラムとか、Facebook のメッセンジャーでも大丈夫なので、なんでもいいので、DM で送ってもらうか、もしくはハッシュタグで、ハッシュタグで南光サンセットフォト投稿、ちょっと長いねんけど、南光サンセットフォト投稿でハッシュタグしていただけたらなと思います。その中からピロッと見つけてね、そのデータを、すごい幻想的よね。そう、ほんとどこでほんまね、どこどこみたいなぐらいよね。すべて南光です。そうなんです。これちょっと丸尾さんにもこの感動の声が届いてるかな。みんなの声がね、そうそう、今日は本当にたくさん見てくださってます。はい、ありがとうございます。ということで丸尾さんに届けていただいたサンセットフォトなんですけれども、6種類南光サンセット TV の缶バッジのね、種類がねあって、もちろん私の手書き の絵が書いてある缶バッジなんやけれども、それもう丸尾さんは毎回本当に綺麗なね、こんな写真を送ってくださるので、全種類もうお届けしております。ぜひぜひ皆さんも全種類揃えてみてください。1枚でも全然大丈夫なので、ひょんな時に撮ったよっていう、そんな気軽な写真でももう大歓迎なので、ぜひぜひ送って全世界に発信してみてください。ということで南光サンセットフォト投稿のコーナーでした。ありがとうございます。ひねくれゆなの砂おけジャンル、ということで私シンガーラブソングライターゆなのなのにのスタジオ、ゆなのなのにスタジオのコーナーに参りたいと思います。これ自分で言うとってめっちゃ難しい、ゆなのなのにスタジオでございます。はい、めっちゃ言ってくれる今日は。ありがとうございます。そう、はじめにですね、ゆなの気ままに散歩、ゆなのなのにスタジオのゆなの気ままに散歩を動画でお届けしようかなって思います。いけるかしら。はい、スマイルチャー VTR。 Hey guys、 ゆなよで。6月の6月10日ね、明日から台風が来るっていうことで、どこまで接近するか分からへんけど、そのやけども、今日はちょっと何やったっけ、住吉公園、ブルーのラインに乗ってきました。もうちょっとで区役所に着くねんけど、取材に行ってくる。もうこんだけ住之江区に来てるから、目つぶっても歩けるやろって思うやろ、思うやろ。そんなん無理に決まってるやん。もう南光サンセット TV 始めて 5年目やけど、何回も取材とかで降り立ってるけど、そらもうね、方向音痴はいつまでだっても方向音痴ですわ。最近ちょっとインスタでゆなコーデを上げてるんやけど、めっちゃプチプラのねコーデをね、なんかそういうのを見て学生さんたちに、鶴橋のあそこに買いに行ったらいいんかとか思ってほしくて、あげるんだけど、もうプチプラすぎて、ゆな流の言葉を考えようと思った時に、ハッシュタグでなつけようと思った時に、ゆなコーデ、ゆなプチプラ何がなと思ったら、今日のゆなぎ。ハッシュタグ今日のゆなぎ。なんかカタカナはゆな似合えへんやんか。いつもちょっとカッコつけようとするけど、なんちゃらコーデとか言われても、 なんやねんゆなコーデってって感じやんか。だからもうね、ひらがなでね、今日のゆなぎ。ぎは着陸の着やで、試着の着やん。着陸、そう、とにかく調べてみて、今日のの今日は防戦やから。取材終わり。なんかね、楽しいことになりそうだよ。やっぱ子供たちっていうのがいいよね、きっと。なんか未来があるやん。なんか20後半のこのゆなとかの世代よりもまたちょっと違う下の若い世代たちに言うのがすごくいいかなって思って、もう区長さんもすごいメラ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 って気合い入って
ということで取材が終わったので腹ごしらえ、ここはどこでしょう。そうです、またここです。この間むっちゃ美味しすぎて忘れられへんくて、その味がまた今日も来ちゃった。みんにゃん、やっぱりここ来たら担々麺頼んじゃうね。インパクトあるのにあっさり。うん、全然違う。あ、これもすごい。うん、サンフラワーもくもくしてる。南光サンセット TV が終わって今ちょっと撮影会、イエーなんかね、今日はね、いつもの夕日だけじゃなくもくもくやねんけど、すごいね、綺麗の。なのでちょっとシェアしようかなと思って。なんだけれど、沈む時にね、今本当に今しかこの色を味わえない。結構ね、ライトアップにされて ATC がね、いい感じになってきて、この反射されたビルがすごいよね。また本当クミ様の今絵はがきレベルって、本当絵はがきになる。ほら、こういう人おった、もう中学校の時おった、こんな入ってくるっていう顔したらええがな。イエーイ、行きたいなとかあります？どっか行きたい、やっぱ海が好きなんで、うん、ちょっとこの辺まで、地元から岸和田まで、はい、挑戦してみたいですけどね。ぜひぜひお越しください。翔さん、お久しぶりで、ね、イエーイ、ありがとうございました。終点難波、難波です。地下鉄線、近鉄線、阪神線はお乗り換えください。Hey guys! 今日はオレンジホールの1周年記念ライブということで、あら、はぐら崎、とにかく駅に着きました今からちょっと歩かなあかんっていうことやねんけど、迷うのに頑張る。聞き慣れない鳥が鳴いてる。全てにおいてでかいかも。空が青いからテンションも高
褒め合わし暗黙黙での了解、Yes、偶然よそい物陰に隠れいえいえ、ふと二人きりでこよいよい知れて街に消えた、いつからかなんてわからない、ずっと私あなたと繋いでみたくて、靴ずれは我慢、そんな曲をお届けしております、靴ずれ。見上げる星の形もコンビニのレジでふざけ転がる小銭も同じ、信号機が赤なのか青なのかなんてよくて、12時が過ぎれば誰にも邪魔されたくないだけ、こんな気持ちにさせちゃうのはきっと私あなただけと思ってるうちに、という曲をお届けしました。シンガーラブソングライターユナでした。この曲はですね iTunes で、買っていただけたりとか、あとライブとかではピアノで弾き語りしたりとかしてるので、またまた聴いていただけたと思います。ユナの気ままに散歩ユナキマはですね、あの YouTube に 毎回、月ごとにビログ上げたりしてるので、ぜひ YouTube の方もチャンネル登録よろしくお願いしますみたいなことをやってたりします。ありがとうございます。次の、告知となれなるんですけど、あれは出せたりします、あの9月の方か、あ違う、グーノートは無理かな、グーノートもいけます、そうない、7月のほんでこっちで出そうかな、そのままね、小村さんが コメントありがとうございます。コメント、小村さん、そういえば左利きだ、左利きじゃないねんで、ユナは左利きではないの、生まれた時から右利きやねんけど、あの納豆をうまいことかき混ぜたいがために左を今練習してるだけ納豆がすごい好きなので、左をちょっとあのうまいことね、うまいことうまいこと混ぜたくて、これです、7月の20日グーノート、このね南高 ATC の、ITM 棟2階にあの黄色い看板のレストランがあるんですけど、そちらの方でワンマンライブを7月の20日にするので、ぜひぜひ来ていただけたらと思います。いうのはインスタかな、インスタが結構主流やったりする、ス
ストリーストーリーとかね、あの上げたりするので、ぜひぜひこの方もお願いしますということです。ユナのナノニスタジオのコーナーでした。ユナのナノニスタジオね、すみのえあんなことこんなこと。このコーナーはすみのえ区情報と南高 ATC イベント情報をお届けするコーナーです。マイルジャックということなんですけれども、AT、なんて小村さんの何あの日焼け気にしない、え日焼け気にしないの、日焼け止めをね生まれてこの方塗ったことがないよ。私はそんなことない。なのあの香り、なの匂いかな、あれがすごい嫌いで。そうなのそうなの、だからね日焼けは気にするどころか、あのさっきまで焼いてたからね、ここで足の方が白いとか言って、はい、あプリキュア先行きましょうね。あ、ブワサのプリキュアじゃん、ブワサのね、そうだよ、イエスイエス、ハグッとプリキュアみんなで応援、フレフレワールド、これがねもう4月からやってるんです、実は南高 ATC の中ではね。だけど7月の22日迫ってます、もう締め切りというかなんかあのなくなります。7月の22日までの公演なので、こちらの方、7月、今のね、今もまだ続いてるんだけど、7月22日までの土日祝の休日にやってるということなので、お子様たちと一緒におすすめです。10時から16時半まで、最終入場は16時までっていうことなので、はい、お金とかもかかるんですけれどもね、そちらの方は詳しくホームページで見てみてほしいなと思います。お次、体の秘密万代プレゼンツで、体の秘密大冒険デラックス2018なんですけれども、これが7月の24日だから、まあ言ったらプリキュアとちょっと交代交代みたいな感じで入れ違いでやるんですけど、7月24日から9月の2日まで41時間限定でやるということです。 ATC ホールであるとのことなので、あ、前売りあるって、まだ始まってないから前売りいけるね、これは。はい、ぜひぜひ見てみてください。ATC の水遊び王国2018、これ結構ね大々的にやってるよ、キャーとか聞こえてくるもん、子どもの声が。その横でライブとかしてた時があるんだけど、このちょうどこのあの大津島北館4階ここのオープンガレージのこの下のあたりでね、いつもやってるんだけど、海エール広場っていうんだけど、そのお外のエリアで7月の14日の土曜日から16日3日間限定でするということです。水遊び王国になるのでぜひお見逃しなくということです。お次、 ATC シーサイドハワイアンフェスティバル、夏やのにさ、あのすごいイベント多いのよ、野外のイベントが南高 ATC は、だからおすすめ、7月の16日の月曜日の祝日ですね、これがあるのは。11時から海辺のステージで観覧無料であります。はい、最後に水の灰、はい、あ、あ、募集、これ募集、あ、そっか、南高ダンスフェス2018秋グランプリ、あ、秋になって、もうね秋のことね、予選の A が、9月の24日、予選の B が10月の14日で、決勝が11月なんですけれども、予選この出場者ちょっと募集しますよということなので、これ毎年もう盛り上がって盛り上がって仕方ないイベントです。ぜひ、あ、ダンス踊るいう方はね、ぜひ応援してみてはいかがでしょうか。すべてにおいてホームページの方が詳しく載ってるので見てみていただけたらと思います。 ATC 南高 ATC で調べていただけたら、はい、シオンの時間、お次シオンね、シオンの情報、はい、これやね、7月のスケジュール、もうだってあれが始まってるでしょ、黄昏ね、7月の16日、あ、で出ない、あ、これそうか、出ないね、はい、16日に大阪シオンウィンドウオーケストラフューチャリング本たほほ、あのねフューチャリングしてます、なので7月の16日の祝日月曜日お見逃しなくということで、あ、福岡だって、福岡でやんねんって、大阪市のウィンドウオーケストラって言ってんのに、あのほらこれ 何やと思う、本田芸名かな、とにかく福岡でやるっていうこと、はい。お次、7月の22日の日曜日、夏休みファミリーコンサート、音楽が弾ける飛び出す溢れてくる、これが午前の部が、乳児向けね、乳幼児向けで、午後の部が幼児児童向けでやってるということです。ファミリーコンサートも大人気、ぜひホームページで見てみてください。すべてにおいてね、お電話なんだけど
と使用の電話番号が載ってるのがこっちこっち、そうフリーコールね、0800-919-5508 0800-919-5508 番までお問い合わせ願います。はい、大丈夫ですか。サザンカがないんですまだ。そうなんです、ね、南区 ATC の中でもちょっと調べてあのいろいろ動き回ってんけど広報サザンカが見つからないの。ああ送ってください、お願いします。あのね、でもね、住之江区役所には本当にお世話になっててね、あの南光サンセット TV が始まる前は Facebook で絶対にあのシェアしてくれたり情報をシェアしてくれたりするので、あのただサザンカが最近送られてこないだけなのでサザンカ待ってる。私がアジサイと間違えたから悪いんかなこの間アジサイ来えへんなとか言ってもってんやサザンカやで、サザンカ、そうアジサイじゃないの、サザンカね、ぜひともあのお待ちしております。またそしてあの区長さんも来てください、待ってます。ということで河原版や、河原版やたらん、これと同じような感じの広報サザンカなの、住之江区のね、あの区の新聞なんだけど、河原版やまた別の地域新聞です。たらん、はい、7月号ありがとうございました。あ、言い忘れるとこだった、さこっちね、フリマ、そうそう、河原版屋のフリマがもう迫ってます。次の日曜日7月の15日にあるということで、これはね前回ね夢中センターのそう皆さんが告知にも来てくださいました、オスカーホールの1階ある、あ1階とそう1階でやるという2階もやね、うん、夢中センターの場所でもやるということなので、まあ、前回の南光サンセット TV のアーカイブ見てみてほしいなと思うんですけども、お見逃しなくですよ。もう15日なイベントたくさんやからあれなんやけれども、河原番屋にも楽しい情報たくさん載ってます。もちろんねこの手作り市フリーマーケットのことも載ってるんだけれども、清流の運勢いうのが載ってて、いつもね7月生まれの方、あ、いない、あ、マジで、あ、あ、ほんと7月生まれ、あ、じゃあ社長のために7月生まれ、今月は自分の持ってきた信念や考え方が力となりそうです。おお、多少のつまずきを迎えていてもすぐに乗り越えられます。静かな確信が自信へ自信をもたらすでしょう。自信へ自信をもたらすでしょう、やってすごい、おめでとう、いえいうことです。でもね、6のね、6月の9日生まれやってるね、あのちょっとあの触ねんのとかね、6月生まれの皆さんはね、今月は勇気を持って前へ進むことで結果今まで気づかなかったことが明るみになるそうです。自身の本当に必要なものだけを選択していくきっかけとなりそうです、ということです。なんかちょっとね、きっかけになるみたいなことが書かれて、こういうね、あの清流の運勢とかっていうのが書かれたりする、そんな地域の新聞河原版屋になっております。ぜひともいろんなところで見かけたら手に取って見てみていただけたらと思いますね。はい、ということで次回は7月の24日火曜日第4火曜日17時30分からのスタートとなっております。南港 ATC 内をずっと北館4階オープンガレージ、ここね観覧無料の公開生配信でお届けしていきます。冷やかしでもいいのでぜひぜひ観覧無料なので遊びに来ていただけたら思っております。またまた来週お会いしましょう。笑顔が集まるソーシャルスマイルリポート南光サンセット TV でまたお会いしましょう。本当に今日もありがとうございました。最後に行きますよ、あなたの笑顔スマイル、じゃあ